つなみ、餃子嫌い、言うこと聞かへん、ぽい、その後。たつなみ、中日はショート探しが課題。放出ありきのトレードって、大抵失敗するよね。素晴らしい断捨離。ちゃんと守れるショートを、放出したい球団なんか、存在しないから、自前で育てるしかないんだよね。せめて三つまた、残しときゃよかったんやないのか。強打はまあ環境変えないと、あかんそうな部分あるけど、アバイはなんでなんや？まあ放出されるレベルってことは、強打も放出先で、活躍してないんやろ、すっとぼけ。なお次はビシエドな模様。立浪、ビシエド嫌いボーイ、立浪、ファーストがいない。なお横浜でも、ショートのレギュラーなれない模様。三浦、こいつダイダー。リーゼント、無法王、この打率0割のルーキー、たまんねー。ビシエドと大島洋平も解放して、一回白紙からやり直さないか？